スタートしました。2番のインディジャンプが出ました。まず当時の面先行争いですが、内から1番アゼル、アゼルが行って、外から4番クレバーバールが並んでいきます。立場審査3番手が7番カラマタイプで当時の面アゼル先行のリードが勝ったし、4番クレバーバールが2番手です。あとは7番2走バルミノーとカラマタイプ、そして1番審査前から5番3番2頭ハイウェイ、外に中段の5番サウンドキアラです。そして1番審査6番のキャッチニア、3コーナーへ向かいます。あとは2番審査8番2頭名村万歳レッドサクヤ、最高峰2番のインディチャンとなりまして、これから3コーナーを迎えます。逃げる1番ハゼル、800を通過黒がハンバーシュ、4番クレバーワードが2番目で3コーナーをカーブしていきます。7番の長野海人が3番手、あとは1番審査が残りまして、間に5番のサウンドキアラが来て600を通過、スコアバルディノート、1には3番のミモルハイウェイで3コーナー中間へ、ガッチニアップ、さらにはスコアを回って9番レッドサクヤの進出、4コーナーをこれから迎えます。わずかに先行1番ハゼル、400通過第4コーナーをカーブして2番のクレバーワード、同じように進出を申し出てくださいました。3番に7番の7番のカーブを回って9番レッドサクヤ、そして2番のクレバーワードI'm going to go to the hospital.